すする TV。 ずるずる、どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、もう毎年恒例と言ってもいいんじゃないでしょうか。冷やし中華といえばこれだぞということでこちらです。ドン。小田急線東北沢駅から徒歩7分くらいのところにあります千里眼さんにお邪魔してます。この時期になるとこの千里眼さんの前には冷やし中華待ちの大行列ができたりすることもあって、都内のラーメン業界ではある意味夏の風物詩と言ってもいいんじゃないかというぐらい人気のある商品ですね。そして本日は一緒に冷やし中華をすすっていただける大食い女子のゲストもお呼びしましたということでこちらの方です。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは、新潟からやってきました。新潟で、中心に、新潟を中心に大食い YouTube をやっております、はい、おしんちゃんこと大越彩です。よろしくお願いします。大越さんよろしくお願いします。僕より全然身長小さいんですけど、はい、俺より全然食うという5キロ6キロぐらいは食べると。いや尋常じゃないですね。今日もやっぱ冷やし中華を結構大盛りで食べられる。一番大きいサイズでお願いしてみようと思います。おー、多分千里眼も一応すり鉢とかが用意してるっぽいので、はい、はい、横で僕もちょっと大食いを見守らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで早速おこじさんと冷やし中華進みましょう。レッツゴー。ゴー。さあ千里眼さん、ショーケースです。今回はすするも気合を入れて冷やし中華の台と豚1枚追加をプッシュ。コールは野菜増し増し、ニンニク油唐揚げガリマヨでお願いしました。けど二郎系ラーメンって好きなんですか？大好きです。おお、新潟にもありますか？あんまりないんですね、うん、あ、新潟も本家がありますもんね。本家の二郎さんでは特別に放送して、新潟で二郎系っていうとイエローさんで。ああ、もちろんもちろん、はい、行きましたか？新潟の方は行けてなくて、あ、秋葉原の、はい、とか行きました。でもあんまり新潟二郎系なくて、東京に来た時の楽しみとして。おお、確かに確かに。けどなんかトッピングはどうしましょうか？全マシマシでお願いします。全マシマシ。おお、行きますね。はい。行きますね。全マシマシやべえと思っていたら、おごせさんもモテないほどのボリューム。すするの大野菜マシマシも普通に考えたらやべえなと思いながら待ってるだ。おう。こちらが千里眼さんの冷やし中華大各種コールです。うひゃーん。そびえ立つガリマヨと油のかかった野菜はさながらストックホルムのよう。しかしおごせさんのと比べたら子供用みたいだぞってことでいただきます。まずはガリマヨのかかった野菜から。シャキシャキかつガリマヨのジャンクな後押しもあり、これぞ夏の風物詩といった美味しさ。もりもり食べ進めているはずですが、全然変わってない感じがするのは気のせいでしょうか。ではお次に追加の豚。これにかぶりついてからまた野菜を食らい進めるのも一つの手で、とにかくブラキオサウルスのごとく野菜をどんどん食らっていきましょう。さあようやくここまで野菜の量が減ったところで、いよいよ極太麺とご対面。タレやガリマヨなどがしっかり混ざるように絡ませたら、よっしゃ、すするプレイ。水で締めた後、さらに氷水で締めるという二度締めスタイルの麺はしっかりと冷たく、歯ごたえもかなり強め。それだとかなり重くなるのではと思うかもしれませんが、酸味のあるタレのおかげで後味さっぱり、怪談話のオチよりも涼しくなれます。さあ、かわいいプチトマトなんかも間に挟みつつ、おごせさんを見ていると結構減ってる。まだまだ余裕そうな表情も伺えます。てな感じでタレの染みた唐揚げもナイスアクセントで、さすがに量は多いですが重さはそこまで感じないのがすごいところ。僕の方は割と感触が近づいてるんですけど、まだ今ようやく、やっと麺、やっとまだまだまだ麺食べてないです、野菜だけでもう俺のラーメンくらいあったんじゃないかっていう勢いのあれでしたもんね。この量を完食する様子はぜひ大越彩さんのチャンネルでご覧ください。というわけで味玉も食らえば本日も大満腹で完食です。大変美味しくすすれました。夏はやっぱり千里眼さんの冷やし中華です。それではごそれ。はい、ごちそうさまでした。というわけで、千里眼さんで冷やし中華をいただいてきたんですけども、どうでした？美味しかったですね。美味しかったです。ね、うまいっすよ。やっぱ千里眼の冷やし中華、本当にこうこの暑い夏でもペロッといけちゃう感じのこう爽やかさがあるというか、まあ、もちろん結構量も多くて重量感もあるんですけど、パラッと食べられる感じありますね。そうですね、野菜が多いから、ペロッといけましたね。いや、これは並ぶ理由がわかりますね、皆さん。確かに、まあでも行列に見合うだけのね、美味しい冷やし中華がいただけるお店なんじゃないかと思いました。大越さんはもう3キロぐらいですかね。3キロぐらいですね。3キロやばいですね。だいぶ、まあ俺が食べてたのの
5倍6倍ぐらいあるんじゃないかっていうくらいの勢いだったんで相当食べてましたけど、まあ、あの大食いの模様はねぜひあの大津さんのチャンネルの方でも動画アップされると思うんで、はい、ぜひご覧くださいと。よろしくお願いします。本当に今回ありがとうございました。ちょっとまたこちらこそありがとうございました。ぜひバッツリラーメン食べに行きましょう。よろしくお願いします。ぜひぜひありがとうございました。それではするの公式キャッチフレーズ、千里眼さん食べるクーラーやーありがとう。